あーすごいっすよこれ、見てください。あ、奥に蒸気や前にフリーフント。あ、フロントじゃないよこれ。本当だ。これ2本一気に巻くって言ってなかったっけ。ですね。さあそんなところでまた、はい、フェントチームの方に戻ってきましたよ、はい、あらこっちの方におるのかね、 あっちの方です、そうだね、うん、はいはいはい、そんなことで、フェントの724 240馬力の、あ、またこれ夕日をバックにかっこいいっすよ、はい、こっちの上を降りますよ。ジョンディアとフェント、あーなるほど、並んで、なるほど、なんじゃこれ、いいっすね、はい、こんな豪華な共演はないっすよ、ないです、ないですすごいっすね、はい、あーすごいっすよこれ、見てください、あー奥にジョンディア、前にフェント、フリーフェント、こんな豪華な掘り方があるかと、ないですね、ここはアメリカがヨーロッパかというぐらいなもんっすよこれ。さあてっちゃんの乗ってるフェント、724がクワを刺しております。さあ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 、どうしました土屋君。ジョンディアの方がタイヤ太いなと思って。ああ確かにです、うん、あー戻ってきましたてっちゃんさん、あーごめんなさい、はい、どうですかジョンディアの方は。いやジョンディアも結構おじさんがいろいろとお話ししてくれて。あそうだったんですか、はい、あらちょっと待ってください、ちゃんちゃんじゃない、ちゃん糸が、ポリテも変わるんだね、ポリテ変わるんだね、あーもうちゃん糸さんも掘るんですねあーごめんなさい、あーすいません、さあ、てっちゃんとちゃんいとさんが掘っておりますよ、はい、はい、見てくださいよ、このね、フェントで掘り、マー君の奥にはジョンディアで掘りと、はい、いやさすがやっぱ鈴鹿、すごいっすね、すごいっす、うん、どんな作業もやっぱり規格外というか、うん、こうやって並ぶと、なんか競争したくなるよ、あ、確かに確かに、トレーラーの方もフル稼働ですからね、あ、そうかそうか、はい、もう積んでは下ろして、積んでは下ろして、大忙し、大忙しですね、はい、ちょっとあのフェント、解説してくださいよ、ちょっとぐるっと回って、フェント解説、解説してくださいよ、フェント、はい、フェントです、はい、はい、はい、フェントです、はい、フェントですね、はい、まあ、解説持ってないんで解説、いやいやいや、もう思ったように言ってくださいよ、思ったように無茶振りです、あれですかね、はい、尿素ですか、尿素は使ってるんでしょうね、きっとね、あ、そうなんですね、分かんないです、そこは、はい、そうなんですね、作業してる時の乗り心地いいよとは聞くけど、聞くよね、うん、実際にね、実際は分かんないですね、いや確かに、うん、まあ、高いっていうのも聞くしね、まあ、そうですジョンディアよりちょっと小さい感じはやっぱある、そうだね、うん、ジョンディアやっぱ長いもんね、長い、うん、そして自重もね、ジョンディアの方が、うんうん、多かったはずだからね、200馬力と240馬力だけど、うんうん、ジョンディアの200馬力の方が多いって ね、うん、ね、言ってたからね、馬力だけではないとってってことだよね、そう、長いもの収穫ってそうなんだよね、うん、馬力だけじゃない、うん、大事なのは自重で、うんうん、やっぱ滑っちゃうからね、そう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 、今年は条件いいけど、条件悪くなればなるほどね、こうクワを深くさせなくなってね、うんうんうん、そうタイヤがあずっちゃって、うん、だからタイヤ太い方がいいし、うん、自重も多い方がいいね、うん、長いも収穫、そうっすよね、うん、だから
結構みんなね、うん、大きめのトラクターで作業はしてるのかなっていう、まあそうですよね、平均的に、うん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 、そこは余裕持って、うん、ギリギリのじゃなくて、そうですね、はい、いやー、でもこっちもね、はい、長芋良さそうですね。長芋ね、どこを見ても良さそうですよ。良さそうですね、普通に本当に、うん、写真です。なんか面白い機会がまだありましたね。ありますね。これは何でしょう。これなんて読むのこれ。マリトウ。本当か本当か。マリトウ。これアマゾーネだって。アマゾーネって書いてるじゃん。え、あ、アマゾーネのこういうのがあるんだ。あるんだね。あ、マーク、はい、後ろにもいました、シカちゃんマークが。アマゾーネ、あるんだ。マニトウ、マニトウ。ミニな、マニスコピック、スコピックっていうのね。へえ、さすがやっぱり面白い男だね。そうですね。あ、フロントじゃないよこれ。本当だ。へえ、そ、右デスクみたいな。本当だね、うん。なかなか難しいのか、爪先は見やすいのか。ああ、そうか。うん、確かにな、ショベルの爪先見にくいじゃん。見にくい、うん。うん。そういう意味でもいいのかな。横から見たらそうか、ね、見やすいのか。ちょっと視点変わるから。かもしれないね。まあでもさ、こういうガタガタなね、畑をさ、リフトでやってるの大変じゃない。あ、リフトじゃ全然埋まっちゃうから、埋まっちゃうから入れないからさ。かつ、うん、ショベルよりは小回り効くとか小さいし、うん、小回り効かないのかね、これ中折れじゃないでしょ。うん、小回りは効かないのかも。小回りは効かないかね、うん、トラクターみたいなもんだもんね。そうだね、トラクターみたいな感じだ。うん、うん、小さいからでも扱いやすいのがね、うん、乗り降りも楽だし、うん、ね、これ、はいはい、これアタッチメントついてるからさ、はいはい、変えれんじゃない前。あ、ほんとだ、うん、何と変えるかは分かんないけど、まあでもショベルみたいなもんだもん ね、まあ、そうだよね、単純にね、うん、だから普通にバケットにもとかもつくんだろうね、うん、すごいよ、まさかこれで雪割りしてるわけじゃない。そうだね。はい。これはなさそうですけど。いや、面白いですね、やっぱりね。見たことないっす。見たことないっすね、これ、やっぱり。マニトウ。正解は皆さん、コメントで教えてください。なんて読むのか。わかる方いますよね。多分、好きな人はね、うん、わかるんでしょう。うちらはね、あんまり詳しくないですけど。でも、ね、荷物を積んだり下ろしたり、ね、なんか畑のこういうところでも、うん、多分コンテナの積み下ろしを、ね、うん、してる。あ、あっちにコンテナもあるんで、はいはいはい、きっとそういうことですね。はい、まあ、奥にも面白いトラクターがありましたよ。もうね、思ったんですよ。これはね、ジョンディアの幅広ですよね、これ。そうですね、あの突撃の時に、そう、冬の時に見たやつですね。これあれですね、確かね、はい、これ2本一気に巻くって言ってなかったっけ。ですね、だよね、鶴ね。どう見てもこれそのぐらい広いっすよ。広い、広い、うん、2本またぐ。すごいわ。はい、すごいですよ。なるほどね、やっぱてっちゃんちっていろいろすごいっすね。すごいっすね、うん、これ3メーター近くあるんじゃないですか、これタイヤから。そういうことだよね、うん、132の2のだから、うん、そうなるよね、メーター6、うん、そうそうですね、くらいあるよね、うん、非常に広い、非常に広い。でも1回で2本負けるってのはいいよね。そうだよね、はい、特殊ですよね。いや、なんかちょっと鶴もでかいもん、これ見て。あ、ほんとだ、2本巻きだからね。なんかこれも確か馬力高いんじゃないですか。どうでしたっけね、ちょっと過去の動画で6400、これ何馬力だったっけ。6400馬力ですか。いや、なわけないでしょ。これが一番でかいの。早いですね、ツッコミが。いや、でも面白いっすよ。あとでちょっと、はい、自分のたちの動画見てみましょうか。そうだね、100はなかったような
ような気はするけど、うん、そうだよね、そんな大きい感じではないよね。はい、そうですね、うん、はあ、いや、すごいわ、はい、ですね、いや、面白いトラクターがゴロゴロしてます、ね、本当ですね、さすが鈴鹿農園、本当ですね、はい、まあそんなところでてっちゃん、はいはい、ちょっとエンディングのコメントの方を、はい、あのしていただいて、はい、鈴鹿農園のやっぱりもうリーダーとしてやっぱりちょっとリーダー、はい、リーダーとして、はい、リーダーではないちょっともう少しで長いもも終わるということで、はい、一言いただければと思います。まあ、今年もたくさん大きい長いも取れて、はい、いい年だと思います。はい、はい、まあ、あと何日かでは最後終わっちゃうんですけど、はい、まあ、最後まで怪我なく頑張りたいなと思います。はい、明日、はい、ありがとうございます。伊藤ちゃんも何かありますか？ P ガール伊藤ということでもう任命されておりますんで、はい、よろしくお願いします。これから多数出演していただくということ で、ね、はい、鈴鹿農園の伊藤ちゃんことちゃん伊藤ということでね、はい、したいと思いますんで、そんなことで今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。ではまたの動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、いや、めちゃくちゃいいですよこれ、あったかいし、これいいですね。いいですよ、うん、ついに私も買っちゃいました。ぜひ、はい、チャンネルご視聴の皆さん、はい、お買い求めください。はい、お願いします。販売しております。はい、とてもかっこよくてあったかいです。はい、はい、ありがとうございます。はい。